ソニーショップ星は店長の片山です。今日紹介をさせていただく商品はこちら、じゃじゃーん、プレイステーションクラシック。こちらの商品を今日説明していきます。こちらの商品の発売日は2018年12月3日になります。動画のアップがね遅くなりまして、本当すいません。まあ、皆さんもねプレイステーション懐かしい商品だと思うんですけど、当店にとっては本当に今ソニーショップをやってる原点というんですかね。うちも昔はね、そもそもソニーショップじゃなかったんですよね。このプレイステーションをやり始めてソニーショップになったという店になります。冷蔵庫、エアコン、テレビを売ってた電気屋だったんですけど、ゲームソフトを販売し始めて、毎週毎週、当時は木曜日発売だったような気がするんですけど、朝シャッターを開けたらね、お客さんが待ってるとか、そういうのを経験して本当にびっくりしました。もう二十何年前なんだ。あの頃は本当に若かったんだなと思って。懐かしいです。はい、じゃあこれから開封していきます。箱はね、本当に当時のままです。だからちっちゃくなった、こんな感じになってます。後ろにはね、今回20タイトルですかね、タイトルのねジャケットが印刷されております。かわいいですね、やっぱり。はい、内容物なんですけど、でこちらの方が本体になります。電源ボタン、リセットボタン、 CD のオープンボタン書いてあるんですけど、ギミックで CD が入るような形には当然なってません。コントローラーの差し込み口、後ろ面になります。HDMI のね差し込み口と、充電するための USB のマイクロ B のコネクトになってます。コントローラーが2つ。このコントローラーはプレイステーション1のコントローラーを模してて、アナログスティックとかはついてません。デュアルショックにもなってないんで、モーターがついてないからやっぱりすごい軽く感じますね。こちらコントローラー先の端子になってます。 USB の A コネになってますね。付属品としてね、 HDMI のケーブル、充電するためのUSB のコード、マイクロ B から A コネですね。 USB 用の充電器が必要なんで、まあ、携帯電話のものを使っていただいたりとかする形になります。はい、倉庫から引っ張ってきたこちら初代のプレイステーションです。プラスチックがちょっと黄ばんでしまってます。でこちらの方がプレイステーションクラシックになります。本当に噂通りちっちゃいですよね。はい、接続していこうと思います。 HDMI とプレイステーションクラシックつなげます。あとは電源用の USB つなげます。あとコントローラーつなげます。はい、じゃあこれから映像を出してみたいと思います。入力切り替えで HDMI の2。はい、電源スイッチ入れます。
言語を選べれますね。日本語で OK。 ボタンについてなんですけど、本体のオープンボタンがゲーム中にディスクの入れ替え、まあ仮想でなんですけど、ディスクの入れ替えになります。リセットボタンがゲームを終了してホーム画面に、あと電源ボタンのオンオフですね。おー、アークザラットやりましたよ。アークザラット2、個人的には私、アーマードコア、フロムソフトウェアさんのゲームが特に好きでした。これはやり込みました。リッチレーサー、これも当然やります。IQ は少しだけやって飽きた。あー、グラディウスはよくやった。ガイデンはあんまりいいですね。サイもね、最初面白かったんですけど、すぐ飽きちゃったな。サガフロンティア、これもやりました。ダライアスはゲームセンターだな。あー、ジャンピングフラッシュもね、思い出ありますよ。当時はね、画期的だったんですけどね、ちょっと乗り物酔いする癖があるんで、ちょっと酔っちゃいましたね。あ、スーパーパズルファイター 2X。 あ、これ本当にね、数回しかやってない。鉄拳はね、1はよくやった。子供とやってね、負け出してもうやめた。東神殿、これはね、あのセガサターンも売ってたんですけどね、やっぱりバーチャファイターの方が人気があってね、東神殿はちょっと落ちたなっていう気がします。あります、バイオハザードですよね。これは本当カプコンさん、スト2シリーズがよく売れてて、ちょっとあ、売れんくなってきたなっていうところにバイオハザードが出てきたんですよね。それでヒットしたんですよね。懐かしい。あ、パラサイトイブ、これは結構ちょっと後期のイメージがありますよね。スクエアさんから出たんですよね。面白かったです。あのバイオハザードに当ててきたみたいなイメージかな。面白かったでしょ。ファイナルファンタジー7ですね。やっぱりセガサターンと当時プレイステーション切磋琢磨でね、お互いよくやってたんですけど、セガサターンがねちょっとやっぱり優勢だったんですけどね、ファイナルファンタジー7が発売になるということで、もうプレイステーションの一気に波が来たかな。あ、ミスタードリラー、これ面白かったですね。ゲームセンターでやったような気がしますね。ペルソナはね、すごい売れたんですけど、これ店長個人的にあんまりやってません。メタルギアソリッド、これはやり込みましたよ。当時東京ゲームショーで小島監督いらして握手してもらった思い出があります。ワイルドアームス、長かったかな、長いイメージかなこれ。ああ、もうどのソフトもねすごい思い出がある。じゃあ最初はリッチレーサーからいきましょうか。懐かしい。結構ローディング時間かかるんですね。懐かしいけど。
きい画面でするとちょっとあの当時のやっぱり SD 画質なんで粗さが目立ちますね。ちょっとね、画面が大きすぎるとゲームするのしんどかったんで PC モニターの方につなぎ替えました。24インチになってます。このぐらいになってくると先ほどのリッチレーサーもだいぶやりやすくなってんのかなと思います。で、リセットボタンを押すとこのような形で以前保存した再開ポイントを削除して新しい再開ポイントを保存しますかっていう形で常時保存できる形になります。あとメモリーカードっていう形で、あ、これ懐かしいですね。一応説明書の方もついております。少しだけだったんですけど、プレイステーションクラシックをして懐かしい気持ちになりました、はい、こちらの商品は今現在数量限定みたいな形になっているんですけど、まだ安心してください。購入していただくことは可能です。ソニーストアさんの方で9980円と消費税で販売しております。当店店頭でもこちらの商品ご注文していただくことは可能です。ぜひお店にね来てください。で、注文してください。よろしくお願いします。リビングとかね、大きなテレビでするのはやっぱりちょっと画像の粗さが目立っちゃいます。できましたら、まあ、24インチぐらいの PC モニターにつないでね、お仕事の間の休憩中とかにちょっとリフレッシュしていただくためにゲームで遊んでいただく、そんな使い方がいいんではないかと思います。当店は岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。ソニー商品のことでしたら何なりとお問い合わせください。このチャンネル面白かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日は以上です。バイバーイ。